どうも皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。テキサスベースです。すみません汚いってね、ですね、まあ、ランタンがありますので、ですね、このマントルをつけて、ね、このちょっとねテキサスベースを作りました。ちょっと風変わりのね、このバナーチューブとキャップですね、これをね今ねちょっと試してみたいと思います。一応ねこれは、どうでしょう、ですね、通常の、200A ランタンとですねついてる、バーナーキャップとですね比較した場合、これはもともとねついてたものですけども、これはね今ねちょっと今もうグローブで、ね、マントルついちゃったのも見えないんですけれども、ここの中のね内径はかなりね、小さい感じですね。あとねチューブ自体はですね、これも新しく削ったものがねちょっとついてますけども、この内径自体はねほぼ一緒な、ですねこのサイズでね削ってあります。前回ねこれテスト点火をね、した際、まあ、数日前ですけども、これの一つね、前に作ったですね、同じくこれね特製のこのキャップとバーナーのところはですね、ちょっとね一部ね支障があったのとですね、意外とここのね、マントルつけるためのね溝がね、もう少しねこう狭くね切ってあったんですけども、それがねもう少しこう染みやすくてねいいのかななんていうことを想定でね、かなりねこう細く溝を作ったんですけども、実はね今そうですね、ここにありますけどもね、ここのね溝ですね、これと比べて分かるようにねかなりね、細く、切ってみたんですが、予想を反してですね結構がねこれが、つけづらかったっていうね、その他諸々ちょっとねいくつか、ありましたんで、これはね一応失敗作ということでですね、もう一つちょっとね作り直しました。その際に仕様をねちょっとねまた変えたんですけども、まずねその仕様に関してはねこの後ですかね後日ということで、今回はね今日はとりあえずこれをね点火テストをしてみたいと思います。結構ね轟音がねちょっとこうなるんじゃないかなっていうねそんなね想像をしてるんですけども、ますけれども、まあねこれぐらいひとまずはね、ですねちょっとこれね、燃料はね。あんまり入ってないのでどうでしょう。ひとまずねちょっとつけてみます。
ですけども、そうね、燃料がちょっとこれね、もうチャピチャピ程度しか入ってなかったので、ね、もう一度ね、ちょっとこの後燃料をね足して挑戦します。ちょっとお待ちください。どうもお待たせしました。今ね燃料をね、追加しましてね、再度ね点火をしました。今ね、ひとまず大体これもうね、バルブを今通るし、今ね、目いっぱい、これは開けてですね。こんな感じですね。再度ね、今、お見せしますけども、これ第一作のところですね。ね、こんな感じでね、やったもの、今ねつけたもの、これね先ほどさっきねちょっと言ったんですけども、ね結構ね地合いランタンみたいなね感じのねちょっと凄まじい音がねガーッとするのかななんてね予想してたんですけども。今ねこれ、音ね聞こえてると思いますけどもほとんどねこれ通常のものとね、このオリジナルの、バーナーチューブとねこのキャップの補償でね、ほぼこれ同じ感じですね。で今ねこれグローブがついてないのでね、どうでしょう若干こう音がねゴワ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 それでも言ってると思うんですけども、ここで、ね、一応グローブをねちょっとつけてみます。ね、これマイカーですね。マイカーグローブですね。ね、ついに今ちょっとね。グローブをねつけるとね若干音がねこう。まあ、静かになるというかね、こもるというかね、ちょっとこう、先ほどよりはね、ゴーゴーがなくなりましたけども、もうね、もう結構空気、満タンにね、入ってますので、こんな感じですね。今ね、まだこれタンクがね、ちょっと油についたとちょっと触っちゃったりしたので、ね、今指紋がついてね、ちょっと今、持ってますけれども最終的にはねまたちょっとこうピカピカに磨いてですねお届けする予定です。この辺りですね今ねまだね一方、反対側がねまだ、ついてないんですけれども、小さなねこんな時計のねスクリューみたいな感じのものがね、こちら側にはここですねつきます。ちょっとねこれはね、まあ遊び心なんでね、無理にねこんな、凝った仕様はね、まあ、する必要も、ないんですけれども、通常のねこういったようなクリップの代わりにねつけてあります。で今ねこれ夜明かりのねこれステッカーちょっとねこんな感じで、臨時に貼ってありますけどねこれはまあとりあえず、この腰の方の裏の部分ですねちょっとね、不要であれば、剥がしていただいても構いません。とりあえずね、これ夜明かり、ブランドですね。こんな感じでね、当たります。
とチューズオバルはねバルボンですね。このオフセットですね、ちょっとねオフセットなんでこっち側にねこの部分ですね若干ね前にね出してあります、意外とねこれこう回すときにねちょっと通常の仕様だとねちょっと短いかななんていう感じでねこれに近づきすぎちゃってるみたいなねちょっとそんなような、感じがね今までしてましたので、ね、これに関してはちょっとねこうセットにしてね、少し長めでね、取ってあります。ここはね一応カラーはね特製のこれカラーでねちょっとね通常のものでね、違うんですけれども、一応ねまあ、リクエストをいただいてた、この文字をね入れさせていただいてます。サイドに今すいませんちょっとねこの油っぽいね手でね触っちゃってるんでね今タンクがねちょっとこう曇りがかっちゃってますけどね最後ね最終的にはね綺麗に磨いてお届けします。あとねこう表あの手前にね関してはどうしようかななんてねまだ考えてる最中なんですけども、まあこれをね、まあ、つけたりねこれはまあね、まあこういう布なんでね、まあ、どうかななんていうのもあるんですけども、あとはねよく皆さんも使ってるリプロダクションのねステッカーですね。コレクションのね、ステッカーなんかでね、ね、この辺りはね、もう随分ね、昔にこれ、ちょっとね、まあ、作ったというか、まあ、この水、シールですね、俗にこれね、水につけてね、もともとコールマンのね、オリジナル、ほぼね、こういった水シールだったんですけども、この辺りをね、つけようかななんてね、あとはこれはねあのよくこれはもうありますこれは市販されてます、ビニールタイプのね、ステッカーロゴステッカーですけどね、まあ、この辺りをね、まあ、こんな感じで、まあ、つけてもいいのかななんて思ったんですけどもひとまずね、まあ何もない方がね、意外と正解な感じがして、まあ、いいのかななんてね、今のところはしてるんですけども、もうちょっとね、ここに関しては、もう少しね、検討をさせていただきたいかと、今のところはね、思ってます。あとね、今。このベンチレーダーですね、これもね頭にちょこんとね、ついて一応は、ニッケルプレートバージョンみたいなね、感じでこんな感じです。これもねもう少しちょっとね磨き込んでね少しちょっと鏡の上をもう少しねこれ作ろうかと思います。あとねこれ鋳造バルブね意外とこれ、今もう持ちの方結構ねいますけどもこれ鋳造バルブですね。あとはね前もちょっとこれご紹介させていただいたね、これまあボールナット、まあこれねボールナットですけれども今ね、今ねこれまでねこれ綺麗な状態のものですのであえてねこれはつけずにこれ仮にねちょっとこの中古のピンチレーターをねつけますけれども。こんな感じですね。今ちょっとマイカグローブがね今
今まだちょっとね収まってないんでね、今ちょっと浮いちゃってますけれども、これをね、つけていただいてですね、ボールになってますね。これもね、引き出し、これは、真鍮ですね。真鍮のね、削り出しのものです。そして、これですね。これもね、木製のベルですね。こんな感じで。つけていただいて、ね、ざっとね、こんな感じですね。今ね、代わりにこれ今、深いのがついてますけども、こんな、感じですね。であとはね、これは最後ね、まあ、これも通常ね、これテーブルランプ系にね、あるこの吊り下げるバーですね。こんな感じでね、先ほどの、ここにね、こういうくる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 とね回していただけると、こんな感じでね、つきます。こんな感じでね、キャンプ場でこういう感じでね、まあ、トイレでも行こうかなということでね、持つこともできます。ね、あとは、もちろんね、この、こういう感じでね、持つことも、できます。今ね、ベンチレーターがね、赤いのをつけてますけど、十分ね、焼けてきましたね、これ、焼きベンチ。これ焼きベンチってね、もう十数年前、ライティンコールマンのね、情報、ページの方でね、よくね、一時期、これ焼きベンチね、投稿して聞かれた方もね、何人か、いますけどもね、その焼きベンチってね、多分今、久しぶりにね、言葉を聞いてね、今懐かしいだなんてね、思われてる方もね、ちょっといるのかなって、思います。ひとまずじゃあね、こんな感じでね、一度これをですね、ちょっと今ワークショップなんかね、こちらテキサスも随分ね、暑くなってますんでね、ちょっとこう、ショットというかね、させていただいて、あと一つね、ここのカラーがね、唯一ね、オリジナルと比べるとですね、オリジナルの方ですね、オリジナルの方はね、ここが、まあ、切れてまして、ですね、ここのところですね、このエアインテークのね、チューブに入るところでね、今ちょっとこれ曲げてあるんですけども、こういう感じでね、ご存知のようにね、ちょっとしたようなカバーがね、ちょっとこうついてるような感じになってますけども、今回はあえてね、これは省いてですね、そして、こっちの方のね、前もですね、このスリットですわね、スリットはね、入ってません。ですので、これ仮にね、ちょっとこう分解しようかななんていう時になるとですね、少しちょっとこうコツが、まあ、分解のコツがあるんですけども、基本はね、おそらくその必要性もね、ないと思います。一応ね、課題としてね、ここの、ですね、スリット、そして、このね、インテークチューブのね、後ろから空気がこう入り込むところですね。まあ、これね、おそらくカバーでね、雲が入ってきたりとかね、そういうのを防ぐためだとも思いますが、これはね、なくてもおそらく問題ないのかななんてことでね、あえてつけてないんですけども、案の定ね、特にね、これに関してですね、ちょっとね、仕様が違うことに関して、問題はね、特に、ないようです。ちょっと怒っちゃいました、シールが、あとは、ですね、どうでしょう、ここの、今ね、ご覧いただいているように、ね、ちょうど、
ここの部分ですよね、このね空気を通り込むインテークチューブのところのね、今ここカラーにね、あのキャップというか蓋がねついてないのでね、雲がねひょっとしたら入り込んでね、巣を作っちゃったりする可能性もあるかと思いますけどもね、その時はねちょっとねスッとね煙突掃除の要領でね何かやっていただいて、回避をねしていただければいいかななんて、思ってます。じゃあ今日はね一応ねこんな感じで、まあ最終的ですね、これね、まあテスト点火をして、この新規でねまた作り直した、バーナーキャップですね、まあね特に大きな問題はなかったようですので、ね、いよいよこう、まあ、そろそろこれね、日本に、行くもう一歩手前になった感じです。じゃあ今日はねこれぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。テキサスベースでした。また次回。